登録100人から1万人の間の YouTuber の方に集まってもらって、喧嘩もしたことない、格闘技もしたことない人たちに集まってもらって殴り合いしてもらおうかなと思ってます。ゆうちゃん今日頑張ってくださいね。さあ、というわけで、はい、あの底辺 YouTuber の方々に集まってもらいました。今日どちらから来られたんですか？一番右の方は。僕、大阪府八尾市からやってました。この表現が来ました。体重何キロですか？体重今53。53、軽いな。めっちゃこれ見た時に、はい、俺だけアウェイが、いや、圧倒的に多分体こうがあるんですよ。僕は愛知県です。愛知県ありがとうございます。今日あんまり分かった。すごい、何時間ぐらいかかったの？3時間ぐらい。暑すぎる。はい、僕は大阪の唯野市っていうところに来ました。あ、大阪です。結構田舎の方なんです。僕は奈良です。奈良。はい、奈良来ました。奈良の YouTuber いるんですね。僕らと同じですね。大阪から来ました。新西橋。新西橋。顔近くで映してもらっていいですか？ハリーポッターの映画出てませんでした？あ、そうなんです。ハリウッドからお願いします。返しが底辺やなと思いました。あの電話だったらもっとおもろい返しできる。ハリーポッター出てました？黙れ。こんなもんですよ。なーて。ただ今日喧嘩自慢の大会ではないんで、はい、あのいつもよく見るようなバチバチしてるような感じは全くいらないんで、はい、要はあるじゃないですか、対戦決まりました、はい、ってなったらおこらやんのかみたいな。あ、そんなもんどうでもいい。どうでもいいんで、ただその相手をどつき回してください。じゃないと自分どつかれますんで。あと1分2ラウンドでキックボクシングルールなんで、膝蹴りなし、肘もなし、パンチと蹴りのみ。あの安全面に考慮して結構早めに審判なんですけど、求めてもらえるんですよ、はい、技術の試合ではないので、もう気持ちメインで判定してもらおうかなと。だから結構殴られてても気持ちさえ見せれば勝てることもあるんで、気持ちだけ絶対折れないでください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず第1試合目、はい、発表します。 YouTuberJ VS YouTuberK。 よろしくお願いします。やめてください、K こそ。お願いします。この2人が試合します。じゃあ次第2試合発表します。 YouTuberR VS YouTuberN。 やめてください。 YouTuber 緑の黒いシャツの方は YouTuberR で、 R で M です。で、あとは2人、YouTuberJ さんと、YouTuberY さん。Y です、はい、一番嫌な人と当たりました。これが第3試合で一番迫力の見応えの試合になるかなと。やっておりましょう。次は隣の J さん、まあ、気持ちで、はい、もうやるしかないから頑張ります、とりあえず、はい、お願いします。でも入った時から体格でこの人かなと思ってたんで、あれも頑張ります、はい、もう、いきなり始めからいきますよね。あ、じゃあもう今結構こんな感じですけど、いきなり行くんで。ありがとうございます。そうじゃないの、まあ片足1分しかないから。そうですね、自分貫き通すだけです、はい、もう分かんないんで、もうやったことないんで、やれることをやってガチガチ気持ちで勝負していこうかなと思います。頑張ってください。俺もやっておりますわ。できないもっとあれやん。やります、頑張りますね。目元キラキラしてるアメリカの子供みたいな。ホームアローに出てたやつ。大笑いせんじゃーん。YouTuber J さんです。もう出ようと思ったきっかけ聞いていいですか？やっぱね、登録者数が185しかなくて、これから突っ走っていこうかなと思ってるんで、まあ、いい話が耳に入ったんで、はい、頑張れたと思って参加しました。勝って対面してください。そう、意気込みを命がけで来たから、まあ、対戦相手がどんなんであろうが絶対勝つぐらい。よろしく。今日、あの出会ったのがきっかけは？いや、今日はね、僕、はい、こんなスパーリングをする予定では全くなかった。え？いや、もう、うちのチャンネルのボスが、ちょっと予定開けとくよって。はめられて、ここに連れてこられた。ほんで、ここ今、車で連れて行かれた先が、ここで。じゃあ、一番 YouTuber やってます。すごい、僕、カメラマンでしたね。だから、覆面したところで、出たところで誰も知らん。確かに。まあ、でも、まあ、出るから、ね。でも出るから、ね。まあまあまあ、それは絶対、もう絶対勝ちます。じゃあ、意気込みちょっとお願いします。絶対勝ちます。絶対素顔さらすんで、誰も知らないですけど、カメラマンやったら。まあ、いいきっかけになると思うんで、はい、あの、この動画見てる人、はい、頑張ってるなと思ったら登録してあげてください。はい、簡単に。確かに、ね、はい。それでは、第1試合目のゴングまで、3、3、2、2、1、1、が、キックボクシングルール、1分2ラウンドでやります。で、肘と膝なし、パンチと蹴りだけでやります。で、頭突き、金的なし、バーッと押されてたら、すぐ止めますので、はい、はい、あの、自分の力、自分の熱い思いをお互いに伝えてください。はい、お願いします。お願いします。いきます。はい。ラウンド1、ファイト。お願いします。
怖いです。いけいけ、そんなに言わせない、いけ、いかんか、もう違い、いけ、サク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 、マスクで、マスクで、マスクで、やれるやれるんだ、いけ、はいはい、うっ、危ない、よく見えてる、おー、やらしそう、おい、顔よけたらあかんねん、見とかんねん、おー、ダウン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 、ストップで、理由は聞いてます、聞いてます、漏れてるんで、J 選手の勝ちです、真ん中寄せて、真ん中寄せて、すいません、すいません、 J 選手の勝ちです、ありがとうございます、バイバイ、じゃあ、負けたあの K さんも画家から外れてもらって、じゃあ J さん、マスク取って大丈夫ですか、いいっすよ、おー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 
思って今回は出場させていただくかなと思いました。はい、ありがとうございます。人殴ったこともないし、殴られたこともないし、ただ、お気持ちで今回はお前勝負するから、メンバー、実ってくれ、これもすぐ絶対に勝ったのからな。黙って見とってくれ。よろしくお願いします。さあ、というわけで、底辺ユーチューバーの M さん。はい。じゃ登録者今何人も今、最近で5000人はやっと登録突破しました。今日出てくれてる人の中で一番多い子ですね。今日出てくれようと、なんで決意されたんですか？あれなんですけど、ちょっとやっぱ伸びって収まってきたりするじゃないですか。はいはいはい、でそこの時期にちょうどこのチャンスが来たんで、もうこれ出るしかないと思って、はい、もう期待見ないんで勝たないと。いや確かに負けたらこのまま帰ってもらえます。そうなんですよ、もうそれだけはほんまに避けたいんで、はい、ありがとうございます。こんなチャンスだったら、こちらこそ絶対勝ちます。お願いします。じゃあ選手強い、引いたりしたらもうすぐ止めますんで、危ないなと僕が思ったらすぐ止めますんで、その時は止まってください。はい、で自分の熱い思いだけを、イラついてないと思うんで、熱い思いだけを気をつけてください。はい、はい、じゃあプロパー欲しい、こうなって売名したいんか、売名したい、いけ、おい、来いよ、思いを拳に、いきます、いけ、ラウンドワン、ファイト、おい、いけ、いけ、おい、いけ、おい、いけ、いけ、いけ、よいしょ、見てみたいです。いや、どうすごいっすね。いや、おもろい、おもろい、喧嘩しろ、見てるより、おもろいよ。2ラウンド目、これラストラウンドなんで、はい、自分の熱い気持ち、これ最後なんでね、いきます。ラウンド2、ファイト。いけいけいけ、おる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 
これ出るしかないと思う。はい、もう舞台みたいに勝たないと。いや確かに。ただお気持ちで今回はお前勝負するからメンバー実ってくれ。これもすぐ絶対に勝ったらこれ頑張ってくれ。行け気持ちが入ってくれ。いやちょっとこれはつけがたいですね。ちょっとこれ難しいですね。じゃあジャッジ3名に、オレンジと黒で、はい、勝者どっちかお願いします。はい、じゃあゆうまくんお願いします。オレンジ。オレンジ、はい、僕もオレンジで。オレンジで黒。黒で2対1で勝者オレンジ。おめでとうございます。これはもうそこもつけがたい。でもうどっちも熱かったしどっちも見たいんかったから。ありがとうございました。どうしようか思ったもんね。命がけっすね。これしんどすぎて売名その忘れてますから止められたんですもんね。聞いてても前に出るから。いやよかったよ。ジャッジ永瀬の試合。ジャッジ永瀬でしたね。じゃあメンバーの方もちょっと出てきてもらっていいですか。はい、喋れないと思うんで自己紹介。マイカラーというチャンネル名で話してもらってます。マイカラーさん、どんな YouTuber 上げてるか。罰金系 YouTuber っていうのでやらせてもらってて、1年間罰金を貯めて視聴者に還元するっていうのをやってはまして、罰金を貯めて YouTuber おもろいですよ。どういうこと。全員メンバーで、ゲームやり悩みして罰金を貯めていく。はいはい、ガキ使の罰金のやつ。あ、そうです。それ視聴者に上げてるんですか。それを1年間貯まったお金で視聴者に還元する。登録しましたしょ。では相方さんがもうめちゃくちゃ、めちゃくちゃ頑張ってくれました。マジでもう登録してほしいがためだけに殴り合ったんで、ムカついてもない相手にこんだけ頑張ったんで、もうぜひチャンネル登録、マイカラーさんです。チャンネル登録よろしくお願いします。今日は試合をしに来たんじゃありません。一人一人を壊しに来ました。よろしくお願いします。何キロですか。まあ見た通り104キロです。104キロ多分この階級が一番ヤバいんで、はい、ちょっと僕が怖い。94。